異文書お願いしますすどうもにすぐるです今日の暴露話はお客さんを失神させたアーティストがいるんですよ何のアーティストかをちょっと最後に言うんですけどそのアーティストさんすごい海外のアーティストさんですごい有名でもう来日してで僕らは当日その会場までセキュリティ行くじゃないですかそしたらもう 俺僕たちは何時間前も前に行くのにすでにめっちゃ列並んでんすよねで最前列の人ってこれどんぐらい前から並んでんすかでもこんな朝なのにって言ったら2日前から並んでるっつって一番前の人2日前っつってまあなんかその席が決まってないんですよね立ち見だからまあ早いもん順でブワーって行って先頭を取るみたいな感じだからあの2日前から並んでる人もいるっつってでいざ 始まりました。始まりましたっていうかそのライブが始まります。そしたらやっぱり最前列はあの最前列に立ってた女の子は2日前から並んでて一番前にいた女の子がやっぱり最,最前列にいたんすよ。して、うわ、この子すげえな。この会場入ってからもやっぱり走らなきゃ最前列取れないから走ったんだろうなーとか思いながらしていざそのアーティストが 出てくるのもちょっとしぶらせんですよね音楽になって僕らもいつ出てくるんだろうってくらい渋らしてしてアーティストがバンって出てきましたして出てきた途端に歌ったと思ったらその最前列の女の子が失神しちゃって多分あまりにも興奮しすぎて失神でもマイケル・ジャクソンさんの時も、あのー、マイケル・ジャクソンがさんがステージ出て5分間ぐらい動かないんですよ。 出てきてきそして5分後ぐらいにバッて動き始めた瞬間に最前列の人たちがバ,バ,バタ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 失神するっていうのがあったらしいんですけどレディー・ガガさんもそうでレディー・ガガさんが出て歌った瞬間に失神したその女の子だけじゃないです何人も失神してセキュリティーがもう速攻でイムシスタんで,すよでもその僕女の子を最前列で見てたからうわ2日並んでステージ1分も見てねえじゃんと思いながら。 かわいそうと思いながらそのアーティストさんはレディー・ガガさんですねすごかったなタイムカード切ってきて